こんにちは、みさきです。こんにちは、渡辺です。よろしくお願いします。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい、今日はフィッシュボーンをやってみました。はい、めちゃくちゃわかりやすくやってます。はいはい終わり大人っぽくも見えやすいので、ぜひ皆さんやってみてほしいなと思います。キャップにも合いますので、ぜひやってみてください。それでは動画スタート。N ドットのポリッシュオイルを使っていきます。手のひらに4滴くらい出します。手のひらにしっかりと伸ばして、毛先から順に表面に伸ばしていきます。後ろで2つに分けて、片方の髪の毛をさらに2つに分けます。外側の髪の毛をだいたい1/4、人差し指ですくいます。すくった髪の毛を外側から内側にねじって、反対側の親指と人差し指で受け取ります。反対側の外側の髪の毛も内側にねじって、反対側の親指と人差し指で受け取ります。このように交差していれば OK です。もう一度外側の髪の毛を1/4、人差し指ですくっていきます。外側の髪の毛を内側にねじって、反対側の人差し指と親指で受け取ります。反対側の外側の髪の毛も内側にねじって、親指と人差し指で受け取ります。同じように下まで編んでいきます。最後は毛先を内側にねじってまとめていきます。毛先をお団子状に結んでいきます。反対側も同じように半分に分けてやっていきます。毛先まで編んだ状態です。表面を2ミリ束でほぐしていきます。反対側も同じようにほぐしていきます。両方ほぐしたら帽子をかぶります。ここのストレートになっている部分を少しだけボリュームを出していきます。フィッシュボーンの編み方、ぜひ皆さん覚えてみてください。バイバイ。